後半戦ですけど、はい、どうなんかあんの？いやーもうなんもないねんな。あ、そう。じゃあ叩きつけていい？お、来て来て来て。斜め上から。斜め上から来て。そういうの待ってた。結構何個かあるんやけどさ。おう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 。なでしこジャパンの三山選手がめっちゃ偉いん知ってる？なでしこジャパンの三山選手を知らんわ、まず。なでしこジャパンのキャプテンやって、澤がキャプテン。澤がキャプテンじゃない？いやいや、このオリンピックのちょっと前から三山選手がキャプテンになったんやけど、うん、あ、そうなんや。この人はほんまに偉いんよ。で、うん、結構2チャンネル話題になってて、うん、三山選手がもう素晴らしいと話題に、うん、三山彩彩、うん、言いにくいな。三山彩は素晴らしいんよ、うん、試合終わった後とかも、うん、で負けたら相手めっちゃへこんでるやんか、うん、そういうところとか行って地べたに座り込んで対話したりしてるんよ。どういうこと？だからもう他の選手は勝った瞬間、うん、うわーって喜んでるやんか、やったーとかやってんのに、やったーとかやってる中、うん、もうすぐ相手のところに行って健闘をたたえ合ったりするんよ、うんうんうん、へー、いうことがすごい話題になってて、うん、なんか結構印象的な写真とか撮られてたんよ、こう、うん、相手選手がめっちゃ泣いてんねん、うん、地べたに座り込んで、うん、そこに三山選手めっちゃ近くまで行ってこう、うん、体育座りして話を聞いてるみたいな、うん、それそいつがやんの？そいつがやってんねん、うん、それでも普通さ、うん、同じチーム員がやらへん。いやまあでもまあ健闘たたえ合ってるんやろ、うん、で元気出してよと、うん、はい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 、勝った方が。そう、うん、ワールドカップの準決勝かなんかで PK で勝った時も、うん、PK 戦勝った瞬間、うん、三山選手以外の全員が、うん、キーパーのとこにドゥワーって走っていったんよ、まあ、PK で勝った時ってみんなそうなんよ、めっちゃ嬉しいからうわーってみんなで喜びを、三山選手は全くそこに行かずにすぐ横にいる負けたチームのところにこうハグを、互いにこう健闘誓いに誓い合いに行って、はい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 、そう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 、こういう写真ね、すごいいいでしょ、なんか、なるほどね、うん、こういうことをすぐ、はいはいはい、全然喜ぶこともなく、はいはいはい、ああ偉い、うん、っていうことをやってることがすごい話題になっとったんだけど、うんうん、ちょっと待て三山と、お、来た、ムフンムフンムフムフン、こんなんあったっけ？ない。急に思い出したように出てきたけど、よくいつものフレーズみたいな感じで言ったけど。いや俺、ここどう思う、そういうの聞いて。いや全然三山選手確かに偉いと思うんやけど、うん、俺はちょっとな、俺は正しいこと恐怖症や、なんか誰が見ても絶対的に正しいことっていうのはでけへんのよ、うん、特にこんな状態でやで、うん、テレビにガンガン映っている、うん、みんなが見ている状態で、うん、間違ったことばっかしたいの俺は、どっちかっていうと、うんうんうん、人に罪悪感を持たせるのが俺すごい嫌で、うんうんうん、これをやってしまうとな、いやもう全然どっちかで俺の考え方の方が間違ってるけどね、うん、まあ三山選手以外の選手はこうなった以上ちょっと辛いよね、うん、もう自分のことしか考えてない、そう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 、残りの選手対、そう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 、三山選手偉い、それと比べて私たちごめんみたいに、まあなりがちやんか。俺すごい思えてんのが、3年か4年か前ぐらいにな、なんか寺尾明っていう人おるやんか、の人が紅白歌合戦の出場を辞退したんよ。はい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 。で、なんでかっていうと、うん、キャリアだけで選ばれてるからやと。あ、私は全然今年そんなに活躍してないし、若手でもっといっぱい頑張った人間がいっぱいおると、うん、どう考えてもキャリアだけで選ばれてるから、うん、でまあ、毎年選ばれてないの、あの人らって、まあ、北島三郎もそうやし、あう、ね、まあ、和田アッコとかみんなそうやもんか、あそう、ね、うん、みたいなことを言って、うん、でその分やったらその自分の枠の分、うん、若手で頑張ったアーティストを入れてあげてくださいって、うん、完全に正しいことを言うたんよ、うんうんうん、とかって、まあ、どう思ってるか分からんけど、うん、まあ、北島三郎とかからしたら、他の大勢の演歌アーティストからしたら、うん、大御所からしたら耳痛いやんか、うん、そう、人にが耳が痛いことを俺はめっちゃ言いたくないっていうのがあるんよ、分かる、うんうんうん、なんかまあまあ、言ってることは分かるよ、うん、なんかそういうことを要せんのよね、俺は。だからラジオとかでもう正しいことを言いかけたら、うん、ちょっと茶化したくなるんよ、あかんかんと思って、はいはいはい、俺、ゴって尊敬されると思ったら、うん、なんか俺が言ってることが正しかったら、もし正しいことをしたら、うん、俺が言ってることじゃない人たちはちょっとうわって思うかもしれないやんか、アメヤンすげえ、それに比べて俺って思う人がおるかもしれんやんか、うん、それがめっちゃ嫌なんよね、だから三山ちょっと待て、うむふふんと、もうあれやもんな、ほんまやったら試合始まる前にちゃんと勝ったら、うんうん、
相手選手を称えるのが先やでってみんなに言っといたらまだな、まだな、もうみんなでやったらいいんやもん、まあ、みんなでやったらいい、11人で11人を称えたらいい、そう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 、完全にそうじゃなく、もうあこいつら黙っといたら、そう喜びよる、喜びよる、そこでわしが最高感度わしがてまああのね、そう三山選手の行動を決して批判してるわけじゃないんやけど、なんかな、こういうことがあるたびに、寺尾明しかり、もやもやすると、俺はそれちょっとでけへんのよなぁ。なんか、なんでやろうなぁ。なんでやろうっていう相談やねん、これ。相談のコーナーやねん。ちょっと待って、三山、ムフフフのコーナーじゃなかったじゃないねん。相談のコーナーね。相談のコーナーなんや。なんやろうな、ない、そういうのない、じゃあ、面白い。いや、めっちゃわかんねんけど、俺はもうなんか、そういうことを言ってると、ほんまに何もできひんくなるから、もう俺最近は、もう世の中の人って、なんでこんなにダメなんやろうって、思うことの方が多いから。おぉ、三山イズムや。三山イズムや。そうそう、俺だけ好感度が上がればいいっていう。怒られるって、三山選手に。コンシャスラージーオーじゃ思うんやで、このあんま正しいことなんか言うと、それしてへん人が引け目感じるからやめとこうって思うんやけど、あのにしてもお前らもむしろちょっと引け目感じろみたいなさ、電車でなんか何もうバーンの脱粉脱粉からの食粉循環おうおうおう、そう、大概のことはなそこまで行くとあれやけどね、なんかそういうのが多すぎて、もうむしろちょっとぐらい正しいことせえと。じゃあでもさ、なんで正しいことせなあかんねんっていうのがあるやんか、まず人に、まあ、迷惑かけたらあかんけどさ、正しいことをせなあかん理由ってないやん別に、ないやんか、っていうのを敷いてる感じが少なからずやで、もうめっちゃしょぼいけど、こうやってラジオやったりさ、やってる限りは、ちょっと発信する側としてさ、それを敷いてしまったらあかんよなって他の人に、なんぼのもんやねん俺がっていうのがあるから、人にこう、外に発信する上では正しいことはもうほんま言いたくないっていうのすごいあるんよね、なんか。いや、わかるねん。わかる。程度問題な気がするけどな。まあね、いや、そうやで。まあそれはそうやな。ちょっとほんまみんな、人殺さんとこうやとか言ったらええと思うで、なんか、そらね、もちろん。そうやな、そこはまあ確かに程度どこなんやろうな、人殺さんとこうやはなんか言って言い気するやん、恥ずかしくないしね、おばあちゃんに席譲ろうやはもうちょっと きつくない、言われへん、それは言われへんな、ポイ捨てせんとこうぜとかさ、もうきついやん、それも言われへんな、言われへんわ、どこまでやったらいいんやろうな、いやだから負けた瞬間他の相手選手を称えようぜは言えるよ俺は、言えるほうがええやん、一個も問題ない。なんやったら後進のアーティストに道譲ろうぜもええんじゃん、そしたら。もっとあの、綺麗のあるツッコミが欲しかったね、そこは。鋭角な。鋭角が欲しかったね。いや、どこなんやろな。わからんけど、なんか、そうね。だってな、そういうやつ、クラスの中でしんどかったやんか、そういうやつおった時って。ちょっとワイワイしててさ、パッて振り向いたらなんかこいつだけ一人なんか掃除しててなんかこっちちょっとうわごめんって思うみたいなさ、なんかおったやんクラスでもちょっと真面目な、おったおったおった、ああいうのがな、だってだれててええやん人間って別にほんまにっていうのが俺の中でめっちゃあるから、そこほどでもな、あの難しいところやね、俺だれててええって思ってる派やけど案外だれへんやんか、そこをな難しい、だからマッチョとかだれてるやんか、だるだるやな、だるだるやんかほんま、14歳のオス犬のチンチンやんかだるだるやんか、もう伸びきってるやんかけど俺だるだるじゃないからさ、だからその辺は難しいよね、だからだるだるでええんやでって、だから俺マッチョに何もしーひんやんか、まあなんかまあこういう共有スペースでちょっと綺麗にしようぜみたいな話はするけど、なんかその辺は難しいよね、だから敷いてしまう感じになりたくない、敷いるってあの強い球児のね、だ三山選手の行動とかやっぱ敷いがちやんか、ああいうのって何喜んどんねんと、まず負けた選手とこう健闘を誓い称え合うのが先やろっていうメッセージになりがちやんか、ああいうことって、でかつメディアがああやって取り上げるから三山選手素晴らしいって、でそれが違うと思うよな、だって喜んだらええやん、三山選手みたいにやってもええし、
まずは喜びを爆発させてもええやんか、頑張った自分たちの。そういうところにすごい違和感がやっぱあるんよな。結局あれちゃうかもな、どっちでも円やでかんでちゃんと取り扱えと、どういうことや。その宮間選手が称え合ってる姿を写真に収めてそればっか前に出すやんか、うん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 、でなんかそれ正しいみたいなのがいっぱい入るやん、うんうんうん、宮間選手すげえみたいなやん、うんうんうん、それと一緒ぐらい、なんか誰か分からへんけどなんか田中みたいな、うんうん、あのめっちゃ喜んでる、あのもうびっくりするぐらい喜んでるやつ、これぐらい喜べるやつになろうみたいなのをパックで行ったらいいやんか。いやでもそれは難しいやんか。でしかも宮間選手対他1対10な構図ができてる分やっぱ1の方にフォーカスするしさ、だから一人、田中かいな。田中喜びすぎ。田中喜びすぎ、わろた。そうもう、そんな写真が。多分おるしな、田中ってやつ。どうせ、多分。一人ぐらいはおるやんか。マルクス。コンシャスラジオ。だから、坂本龍一とかでも結構正しいことばっかり言うやんか、今回のこの原発の。ことに関してでもさ、ああいうのかな、まあ難しいね、まあ著名人になったらなかなか簡単にそんなアホみたいなことも言われへんのもわかるけどさ、俺はちょっとアホみたいなことばっか言って、もうネットで叩かれるぐらいの存在でずっと降りたいけどね、なんか。どっちにしろちゃんと発言とか行動をこう受け取ってくれへんもんやから難しいよね、多分そういうのって。おお、どういうこと？多分すっごいバカげたことばっか言うてたらさ、たりとか、まあ、特に俺らみたいなもんは、ええこと言った後に茶化したりするやんか。茶化すな、今のさっき今言ってた理由で結構茶化すね、やばし。ほんでそうするとその発言の一部だけスパンって切って、こいつらがりひどいみたいな。あ、確かにな、やられてるもんな俺だってな。宮間さんを叩いてるみたいなこと今回言われたりするわけやんそうやな。でそうするとだんだん発言しづらくなっていくからさ、そういうのを切っていいことばっかり言わなあかんくなっていくんじゃん。コンシャスラジオ。そんないろんなことを思ってたね、オリンピックの最中も。そないあれやけどな、多分みんな気にしてへんと思うで。あ、そう。むしろこうモラルが高いから、そういうそのモラルを高くいなあかんみたいなことを強いるものに対して目が行きがちというかさ、俺がってこと、そういうものに脅迫観念を、感じてしまう。そうなんかこう規律というかさ、自分を、まあ、規律やんな、に割とこうストイックというかさ、やからやと思うけど、もうわーわー喜んでる田中とかはそういうの見ても喜びの権限、そうなでしこジャパン田中多分おるしな、田中っていうとおもうわー喜んでるの見て、なんかやってるの見て、イエーイお前来いよっつって何してんねんおいっつって、そうやって負けてる方のやつらにもう頑張ったけどもう来いよお前いやでもさ、こんだけ散々ちょっと宮間選手を批判した、批判じゃないけどした挙句、最後に別にフォローじゃないけど、でも、寺脇はちょっと別として他の例は別として、宮間選手はでもな、俺も同じスポーツやってた身としてとはいえめっちゃすごいと思うね。だってな、負けた選手のところ行かれへんやんか。行きづらいもん。行きづらいやん。もうだって鬱陶しいやんか。鬱陶しい。相手からしたら。鬱陶しい。っていうことは宮間選手も絶対分かってると思うね。ずっとスポーツサッカーやってたわけだから。をも超えて、ああやって行くっていうのは、もうほんまにめっちゃすごいと思う、宮間選手は。ある意味、もう多分壊れてんねんで。ちょっとどっか行ってもてんやろな。それに比べて田中。天真爛漫。ハイタッチ、ハイタッチ。そうだね。いや、ほんまだってどうなんやろな、負けた方の選手来られて。鬱陶しくないんかな。今はちょっとそっとしといてや、みたいなさ。いや、だからだからノーサイドっていう概念よね。ラグビーでいう。終わったらもう。だってな、ケンタとかはもう全然そういうスポーツとかに興味がない、鬼畜野郎やからわからんやろうけど。鬼畜でええやろ。いや、サッカー、俺サッカーやってたでしょ、で、公式戦って年に3回あるんやけど、新人戦とインターハイと選手権つって、
で公式戦になったら、応援をするんよ、うん、当たり前やけど、うん、応援団みたいな、うん、ベンチに入れなかった人とかが応援をして、うん、俺とかやったら北野高校っていうところやから、うん、頑張れ頑張れ北野みたいな、うん、応援団は応援団でめっちゃ練習して、うん、もうベンチに入られへんかった子がね、でやるんやけど、でそう応援し合って、うん、でまあ負けるやんか最後の引退の試合の時、うん、負けた時にもうみんな泣き泣いて、もう引退やから、うん、応援団の子らもめっちゃ泣いて、泣きながらも最後はその負けたチームの高校を応援するんよみんなっていうのがもう高校サッカーの良き文化だよ。もう悔しいって悔しいって泣きながら、例えば辻高校に負けたら、いけいけ辻ってこう、ま、負けた方が勝った方を応援するんね、勝った方応援するね、勝った方は今からまだトーナメント上がっていくわけやんか。それはいいやん、うん、それはいいやろ、だからそういうことやろ。じゃあそれでいくと深山じゃなくて、あ、そうかあ、そうか、そうか、逆やもんな、方がこう、うん、田中に田中を担ぎに行くやんか。そうかそうか、ね、一緒にヤッホーってやってたらもう美談やけど、勝った方が行くって、うん、いやで、そうそうやな、いやそれは間違いないけど、でも、うん、それをも超えていくから、やっぱだから深山選手はすごいよね、やっぱすごいな、うん、まあそうやな、格闘技でもちょっと待ってどうしたん？いや、こんだけな、うん。